回はですね、小田急線の新宿駅に来ています。でやっぱり小田急といえばね、今奥やってまいりましたロマンスカーでございます。でまあロマンスカーはね、新宿から箱根に行く特急型電車、特急列車になってまして、でまあやっぱりね観光需要というものにものもありますし、あとはまあこういう風に、ね、一般の在来列車も走ってますから、まあ、通勤需要ってものもあるんですけど、この時間になるとね、不思議な行き先のロマンスカーが出る、つまり箱根に行かないロマンスカーが出てくるわけです。でそんなねロマンスカー今回乗ってみたいと思います。はい、というわけでですね、今回乗るのは相模75号の秦野行きで、展望車両がついてね、VSE っていう人気の高い、ロマンスカーになるわけなんですけど、それがね、箱根まで行かないで、秦野までというね、中途半端な。で、ロマンスカーはですね、18時以降はホームウェイという形で名前を変えます。なので、まだ17時台なので、相模と。で、なんで箱根じゃないかっていうと、そうですね、箱根湯本まで行かないロマンスカーは相模として運転されます。まあ、つまり小田原よりも新宿寄りの行き先、または小田原より新宿寄りのところを始発としている列車は、まあ、江ノ島線とかね、御殿場線の方とか、そういう特殊な場合を除いて相模として運転されますので、まあ、この列車は相模ということになってます。で秦野行きのロマンスカーはこの他にもう1本あるんですけど、その18時以降に出発なのでホームウェイの秦野行きになるんですけど、この電車は17時台に出発なので相模の秦野行きということで、ちょっとなかなかねややこしいんですけど、今回はこの、相模75号秦野行き特急ロマンスカーに乗りたいと思います。今回は VSE なんですけど、展望車両が、来るダイヤとなってますので、まあ、展望車両は間違いないんですけど、日によってですね GSEに変わる場合もあるということになります。まあ、つまり展望席が来るのは、まあ、決まってるんですけど、展望席の中でも車両はどっちが来るかっていうのは日によって違うわけですね。まあ、やっぱり、ね、ロマンスカーは小田急的にもね、やっぱりこの展望席な、展望席付きのロマンスカーやっぱり大事にしたいわけですよ。まあ、それ大事にしたいというのは何かというと、こういうね、秦野行きとかいう中途半端な運用に、このロマンスカーを入れてしまうと、本当に箱根に行きたい人がね、おい、なんで展望席がついてるの秦野までしか行かねえんだよってなりますよね。で、まあ、ロマンスカーってね、一番の広告塔ですから、当然多くの人にね、この展望席の付きのロマンスカーに乗ってもらいたいということで、日中はそれ、ちゃんとね、箱根として箱根また行ってるんですけど、この時間帯はそろそろですね、もういつも小田急に乗ってるね、ロマンスカーで快適通勤しましょうみたいな、そういう人しかいませんので、まあ、ぶっちゃけ車両に興味はないと思うんですよ、みんな。別に展望席がついてようがね、ついていまいが関係ないということだと思うんですよ。なんで秦野なのかちょっとよくわからないんですけど、車庫があるわけでもないしね。ただまあ、秦野行きみたいです。で、これはね、なんかロマンスカーのダイヤってなんか結構コロコロ変わってまして、よくあんまりわからないんですけど、ただ最近かな出たと。で、ちょっとここに時刻表があるんで、見たいと思いますけど、平日はこのように、御殿場箱根だったんですけど、またね、ここにあったな。これか。これ1本のみですね。あ、1本、2本、3本、3本あります。でも、これはホームウェイですね。18時以降に走らないホームウェイ。で、今回乗るのが、こちら、相模75号秦野。つまり、相模としてはラストですね。本日。で、夜に1本、2本。っていうことで、まあ、平日3本、休日3本。で、休日の場合は、相模に1本名前が変わるやつがあるから、っていうパターンで、まあね、あ、こんなロマンスカーあるんだと。今日はね、1日乗車券なんて、まあ、乗り放題なんて乗りまくってるわけなんですけど、こんなもんロマンスカーあるんだと思って、ちょっと乗ってみようかなと思って調べたらですね、なんか展望席の一番前の窓側が開いてたんですね。通路は誰かいるみたいなんですけど、なので、まあ、せっかくだからね、展望席に乗ってみたいなと。まあ、つまりね、まあ、皆さんロマンスカー展望席は取りにくいとかね、取りにくいとか考えてると思いますし、実際そうなんですけど、ただね、この時間のロマンスカーだったら取れる可能性もあると。
ということになります。小田急ではね、唯一なんてしまった連接台車を履いている代物になっております。ちなみに VSE の、展望席以外の座席は窓側に5度傾いております。ちなみに僕が調べた限りは折り返しの運用はないので、まあ、多分折り返しは回送でどっかに行くという、これもう一運用あるんですかね。さあ一番前もね、人がおりますけど、いやーこれはね、僕はちょっとこのロマンスカーだったら絶対に VSE っていうぐらいね、 VSE が好きなんですよね。かっこいいですよね。これちょっと展望席はね、展望席から眺めはちょっと GSE にかけ、GSE の方がまあいいんですけど。GSE すごいですよね。じゃ乗ります。だ、57分ぐらいで着きます。早速こちらがね、展望席でございます。VSE の場合はね、ちょっと窓側に座ると柱が邪魔であれかなという感じですが、早速ね新宿駅を出ていきます。秦野まで約1時間の旅、特急料金は600円弱と非常に安い値段で乗ることができます。ちなみに普通車とこの展望席料金は全く変わりませんので、空いてれば展望席をね乗ることをお勧めします。小田急といえばね、車窓のバリエーションがかなり豊富なところでございますが、現在下北沢のところを通過しております。こちらはね、立体的な複複線構造になっています。トンネルを出るとですね、まあごく一般的な複複線のような区間でございますが、他のね、施設と違うところは
外側が遅い各駅停車の電車や準急などが通る観光線、内側が急行線、特急列車、快速急行などが通る速い速達列車が通るところです。外側にホームがあって内側を速い列車が走っていくと、これはねなかなかないんじゃないかなと思います。西武鉄道や東武鉄道など複数線を持ってるねところは東急だったり、まあ、いろいろありますけど、その中でもね内側が急行線っていうパターンは、まあ、多分小田急くらいかなと思います。反対側は最新型車両の GSE、 こちらも展望席がついているというものでございます。そして列車は多摩川の方を渡っていきます。多摩川を渡るともう上りと神奈川県です。ちなみに上りとまでで複々線は終わり、ここから先は複線になります。ただ東京のね代々木上原から続いている複々線が神奈川県まで伸びていると思うと随分長い距離だなと思います。一番長くはないですと思っていたらですね、上りとのホームの、ね、先っぽで、まあ、急停車なのかよく分かりませんがなんか止まってしまいました。これはいまいち原因は分からなかったんですが、まあ、ちょっと止まって何事もなくね、出発しました。まあ、数分遅れましたが、まあ、何も問題はないというか、放送もなかったので、まあ、何が何だかよく分かりません。
町田駅、大きな駅ですが、このロマンスカーは通過しました。他のロマンスカー止まるやつもあります。反対側から同じ車両 VSE がやってまいりました。まあ、なかなかね、やっぱり反対側から来るのかっこいいなと思いますね。先進的なデザイン、本当にね、まあ、新幹線なんじゃないかっていう見た目ですよね。暗くなってくるとね、運転手さん全照灯をハイビームにするんですけど、対向列車はね、あ、ロマンスカーが来たって言ってね、減光してくれます。なんか小田急はあんまり列車同士ね、減光するイメージはないんですけど、ロマンスカーはなんか減光しますよね。まあ、展望席のね、人にね、優しくしているのか、まあ僕がね、減光をしていないと勘違いしているだけなのか、まあ、たまに、ね、ハイビームのまま突っ込んでくる運転手さんもいますけど、そんなわけで現在相模大野に到着です。相模大野を通過するロマンスカーもありますが、この列車は停車いたします。まあ、相模大野はね、通過線もあるところですので、通過する割合の方が多分多いと思うんですが、相模大野といえば小田急の中でも大きな工場があるところでございます。まあ、電車を置くところというよりかは検査をしたりとかね、まあ、結構メンテナンス的なところは大野なのかなと思います。まあ、ロマンスカーはあんまりいるようなところではないです。ロマンスカーは基本北見にいます。ロマンスカーは間もなく海老名を通過します。海老名ね、かなり大きな町なので止めてもいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。左が同じく新宿方面から来た相鉄線の電車と一緒に海老名駅に入ります。海老名はね、一部ロマンスカーが停車するようになりました。右手にはロマンスカーミュージアムというものがありましてですね、歴代ロマンスカーが展示されています。まあ、そんな海老名もね、通過してしまうっていうのなんかもったいない気がしますけど、まあ、本当にね、ロマンスカーの停車パターンっていろいろあって、やっぱり海老名止まるやつも少ないですが、割合的にはまあ、ある方といったところでしょうか。そして、列車は次の本厚木に向けて走っております。
本厚木を過ぎるととうとうね、郊外感が出てまいりまして、主な列車は秦野といったところでございます。まあ、ここに来るとね、さっき都市型トンネルではなく山岳的なトンネルになりまして、山をぶち抜いていくようなスタイルになります。トンネルの中をね、走るロマンスカーなかなかかっこいいですが、特にこの前面から見るとね、まあ、普段の普通電車だったらカーテンが閉まっているところをね、なんか真ん中の方からね、ビュワンと走っていくこの姿がなかなか楽しいなと思います。まあ結構ねこの辺を走ってるだけでちょっと旅行感覚が出るみたいな、ね、ところはあるような感じです。小田急線ってねいきなりなんか伊勢原あたりでねちょっと田舎になりかけて、そして小田原でやっとなんか都会になってくるみたいな、ね、まあ、ちょっとねいきなり田舎感が出るところがね面白いところではあります。天下のロマンスカー様がなんと秦野駅の待避線に入ってきてしまいました。別にこれは定期運用なんで別に何も問題はないんですけど、なかなかねレアなんじゃないでしょうか。普通ここはね特急ロマンスカーが待避線に入って、で今左側に止まっている急行列車が抜かされるみたいなオチが大体できるんですけど、逆を言っております。さらに、まあ、この秦野行きのロマンスカーに乗っても、この先ね、小田原方面接続の電車がありますから、余裕を持ってね、乗り換えることができます。でね、今、運転手さんが降りているんですけど、これ、運転台がね、上の部分にありまして、これ、客がね、降りたら、こうやって運転手さんがポロポロね、出てくるというわけでございます。
これこのはしごがね格納されるんですよね。おー、反射で見にくいけど、おお、上がってった。なんかノンハスカーなのに一般制服の人だったんですよね。車掌さんだったのかな。車掌さんも一般制服じゃないんだよな、ロマンスカー。なんで一般の制服の人が階段操作してたんだ。ロマンスカーって、ロマンス、言ったかな、ロマンスカーはね、北見行くの限られた人しか乗ることができないものになってまして、普通のね、ロマンスカーに乗る人と乗れない人で制服が違うんですよね。ロマンスカーの人は白っぽい制服で、普通の人は真っ黒っぽい制服で、いう感じで違うんですけどね。そう、座席の向きは変えぬまま、あっちが尾灯になってたんで、こっちが、前照灯になると。今停車中だから無灯火かもしれないですけど、もしかしてこれ新宿までこのまま戻るのか、座る若木みたいなことやってるんですかね。そういうパターンだろう。でもなんか運転手さんが乗ってるようなご様子はないな。あ、いや来たぞ運転手の人。これはまだリニューアルされていないね、エクセですね。こんなのロマンスカーじゃないってね、よく言われているやつと This is ロマンスカーが並んでおります。すごいなこれ。前面のね、前面のってか室内灯が消えて、なんかお化けみたいな、幽霊列車みたいになってるんですけど、まあね、ちょっとそんなロマンスカー、ちょ回送でね、どこに行かれる、どこに行くかちょっと分かる方教えてください。室内灯をね消したってことはね、多分車庫だと思うんだよな。これ新宿は行かないよね。はい、というわけで、分かる方はぜひ教えてください。はい、あ、階層はミュージックホーンならないんだ。どっか行きました階層で。どこに行くんだこれ。こっから先留置場所は、あ、もしかしてエビナですかね。これエビナに行くのか。でもエビナに行くんだったら厚木行きでもいい気がするんだけどな。ロマンスカー、シフさん、あれなんで運転手さんが一般制服だったら気になるな。何なんだろうあれ。本当によくわからない運用ですね。というわけで、秦野の駅の外に出てまいりました。秦野って、なんか東名高速のイメージ近いんですけどね。はい、というわけでね、今回秦野行きのロマンスカーやってきました。なんで秦野行きなのかってところなんですけど、僕の予想では多分あれ、海老名に改装されるんですね。で、海老名行きだと海老名に入れないし、本厚木行きだと多分本厚木の、ホームの容量が多分少ないと思うんですよ。折り返しがね、多分、なんだ、折り返しのために止めておく時間がないというか、車内点検のために止めておく時間がないから、秦野なのかなと思います。シンプルに秦野に需要があるとは思えないんで、秦野に行かせる意味は多分ぶっちゃけた話ないと思うんですよ。なので、秦野行けない理由は、海老名に改装させるために秦野なのかなと思いました。ただね、個人的にちょっと疑問なのは、この時間にロマンスカー、展望席付きのロマンスカー1本ね、入庫させるっていうのはね、ちょっとどうなのかなと思います。朝からね、夜まで、ロマンスカーって本当にね、ロマンスカーの展望席の車両は本当によく組まれたというか、なんか、ね、本当に朝から夜までずっと走ってなって感じで動いてるので、この時間、まあね、まだ、6時、52分ね、もうすぐ7時ですけど、まだね、夜の、ロマンスカーの上残ってる中で、あ、もう、この電車の1日の仕事終わりなんだなっていうのは思いました。そういう運用もあるんですね。あるのかできたのか、よくわからないですけど。というわけですね、気になった方はぜひこの秦野駅ロマンスカー乗ってみてはいかがでしょうか。日によって、GSE か VSE かどちらか、変わります。なので、展望席もね、比較的取りやすいですから、まだ7時なんでね、この後、戻っても、新宿戻っても8時ぐらいなので、ちょっとね、展望席にどうしても乗りたいって人は、肌の見ようかなと思いますから、ちょっと、肌の新宿に恐怖になってしまう。
することもね、まあ、できなくもないし。あとは、まあ、この時期だったらね、全館、まあ、明るいというか、真っ暗にはならない状況で乗れますので、まあ、ちょっと楽しみも増えるかなと思います。というわけでですね、興味がある方、ぜひ、秦野駅特急相模ロマンスカー、乗ってみたい、いかがでしょうか。帰りの GSE に乗ってたね、さっきのロマンスカーの回送を追い抜きました。なんと追い抜いたところが総武台前だったので、まあ、海老名に入るという可能性はなくなりましたね。大野って可能性もなくはないです。あとは北見の可能性もあります。北見だったら新宿から回送で行かせるはずだなと思いました。ご視聴ありがとうございました。